世界政府とは国家の上部組織として世界全体を統治する構想上の政府である。人種、言語などの差を乗り越えた世界平和、人類平等のためにはすべての国家を統合した世界国家を建設すべきであるという考え方に立って主張される。現在においてこの構想に似た理想を掲げ実現させている組織は EU のみだが EU はあくまで ヨーロッパ圏内の統合を目指すものとされており、世界国家あるいは世界政府を施行するものではない。1920年に創設された国際連盟及びその更新組織の国際連合は、その機能が限定されており、世界政府と言えるような組織ではなく、これまでの人類の歴史上、世界政府は一度も実現されたことはない。国際連合の旗ニューヨークにある国連本部、 2021年現在、地球全体を政治的、経済的、軍事的に統治するような組織や憲法、法律は存在しない。現在の世界は、地理、人種、宗教、言語などの違いによって、国家と呼ばれる、おおよそ200のそれぞれが互いに違う政治的構造を持った領域に分かれている。これらの国家は、それぞれ数多くの国際連合に代表される、 国際機関や条約に加入しているが、それらに法的な実行力、拘束力のあるものは少なく、また参加する国家の自由維持によって参加や脱退が可能となっている。地球全体を政治的、経済的、軍事的に統治できるものではないが、世界政府と目的を同一とするような代表的な国際組織や条約を挙げる。アルベルト・アインシュタイン私が 世界政府を擁護するのは今まで人間が遭遇した最も恐るべき危険を除去する方法が他にはあり得ないからである。人類の全体的破滅を避けようという目標は他のいかなる目標にも優位しなければならない。アルベルト・アインシュタイン・スティーブン・ホーキング、抑制が効かなくなる前にいち早く脅威を発見しなくてはなりません。そのためには何らかの世界政府が必要になります。 私の発言は破滅的に聞こえるかもしれませんが、私は楽観主義者です。いずれ人類はこれらの危機に対処するため立ち上がるでしょう。スティーブン・ホーキング、ありがとうございます。